かし完全に観光地化してるな。もっと未開の島かと思ってたけど、本当にこんなところにウーやサンジアンがいるのかな。いるじゃないか、ここに一人ずつ。いや、そりゃそうだけど、大半の妖怪もののけの類は人知れぬ山奥に潜むように、むしろ人混みにまみれ晴れと毛の狭間にうごめいているものさ。まことその通り、雨など降らずに晴れとけってなもんでしょうかね。おや、受けない？受けませんか？はぁ、あ、ああ、役も冗談だって言えば冗談。まったく愉快な奴らだ。島で気軽に買い物ができるのはこの町しかありません。明日の遺跡巡りの間に食べる食料や水は今日中に買い込んでおいてください。え、じゃあ島にはここ以外にお店はないの？はい、そう思っていただいた方がいいと思います。うへぇ、役もどうしよう。どうしようってなんだよ。ご飯食べないとパイ死んじゃうよ。あ？だから今買っていくんだろ。荷物いっぱいになるけど客も大丈夫？なるほど、俺に持てってことか。いいんじゃないの、パイに死なれちゃ困るからな。ありがとう、ヤクモ。やっぱりヤクモはパイのダチンコだね。ダチンコね。これとこれと、あ、いざっていう時のためにチョコレートもあった方がいいね。それからこれも美味しそうだし、そうだ、お水も忘れちゃいけないね。おいおい、そんなに買うのかよ。明日の分だけでいいんだぜ。でも何かあって明日中に帰ってこれなかったら困るでしょ。いや、それはそうだけど、こんなにたくさんどうやって持って歩くんだよ。じゃあそれなら大丈夫、リュックも一緒に買うのです。あーくっくっくん。ではそろそろホテルに戻りましょう。明日は8時に集合してもらって島をご案内します。ええ、わかりました。それじゃ、明日8時に出発だな。ああ。じゃあ、おやすみね、ソージンさん。あ、おやすみ。ねえ、ヤクモ、どれ食べる？え？ああ、俺はいいよ。ヤクモ食べないの？じゃあ、パイ一人で食べていい？ああ。いい風だな。うん、そうだね、とっても気持ちいいね。このままこんなところでパイと静かに暮らせたらどんなにいいだろう。でも第三のサンジアンがいることが分かった今、それは絶対に叶わぬ夢なんだろうな。第三のサンジアンが見つかる、それはベナレスとの最終決戦が間近だってことだもんな。もしかするとパイと二人のこの平和な時も今が最後になるかもしれないか。
これから踊りに行かない？踊り？そう、この島にもディスコがあるんだ。もうじき店が開くから一緒に行かないかなって誘いに来たの。あ、いや、俺たちは。あ、行こう行こう。え、おい、パイ。じゃあ決まりだね。もう一人の子は？スージーさんはそっちの部屋だよ。パイ呼んでくる。スージーさん、あのね、マリアさんが一緒にディスコに行こうって誘いに来てくれたんだけど、スージーさんも行こうよ。いや、私は遠慮しておく。すまんが、今はそんな気分じゃないんだ。そうなの？長旅でスージーも疲れてるんだよ。あまり無理を言っちゃ。お前たちだけで行ってくればいい。私は留守番してるから。え、いや。うん、わかった。じゃあパイたちだけで行ってくるね。ああ。パイ、俺たちも今日は疲れてるから。マリアさん、行こう行こう。え？おい、パイ。何してるの、ヤクモ。早く行く支度しようよ。え、だって、パイは疲れてないのか？うん、パイとっても元気だよ。イエーイ、フィーバー。イエーイ、フィーバーって、お前古いな。結局、来てしまった。踊らないの？俺、あまりこういうところ得意じゃないんだ。日本にはこういうところないの？え？いや、そんなことはないさ。ディスコなんかもっとでっかいところがいっぱいあるよ。でも、あんまりそういうところじゃ遊ばない。じゃあ、ヤクモはどんなところで遊んでるの？で？どんなところって？そういえば、遊びになんか行ったことなかったな。俺たちずっと何かと戦っていたから。そしてもうじき命がけの戦いがやってる。こうしていられるのもこれが最後かもしれない。ヤクモ、見て見て、ジャパニーズステップ。ねえ、踊ろう。ね、ああ、そうだな。ヤクモ、せっかく来たんだ、楽しまなきゃな。え、はい、踊ろうぜ。うん、踊ろう踊ろう。おい、マリア、どうしたんだよな、踊らねえのか。喉乾いただろう、飲みなよ。ありがとう、マリアさん。すごいじゃないか。さ、もう一杯。わたたたた。そのまま一気にいっちゃいな。おい、パイ、そんな飲み方して大丈夫か？平気平気。このお酒ジュースみたいで飲みやすいんだもん。そうだよ、この子結構酒には強そうだしね。はい、どうした、大丈夫か？大丈夫。とにかく向こうで休もう。気持ち悪い。ちょっと待てよ。どうした？バイが気持ち悪いらしいんだ。トイレどこかな？トイレ？こっちよ。
だから言わんこっちゃないんだ。酒をあんな飲み方するから。だって、もう。まったく。はい、お水持ってきたわ。あ、ありがとう。ほら、パイ、水。ありがとう。でも、もういいから、ヤクも向こうに行ってて。ほら、こっちに来なよ。レディのそんな姿、しげしげと見るもんじゃないよ。え？あ、でも…あんた、あの子の彼氏なわけ？え？あ、いや、彼氏ってわけじゃ…ん？嘘つき。あの酒、結構強いけど、抜けはいいから。一晩寝ればスッキリするよ。じゃあね。あ、パイ、大丈夫かな。パイ、パイ、こんなところで寝ると風邪ひくぞ。大丈夫、大丈夫。ああ、大丈夫じゃないよ。ほら、帰ろ。よっこらせっと。やこま。なんだよ。マリーアは帰ったのか。ふぅ、スージン？スージン！ヤクモ。何やってるんだ？何がだ？いや、こんな時間にこんなところで何をしてるのかと思って。あ、それ。今の、君がケンイチにあげたお守りだよな。なんでそれを君が？スージン、あいつと何かあったのか？終わったんだ。え？もう終わったんだ、あいつとのことは。終わった？柄にもなく尽くす女を演じて嫌われてしまった。所詮あいつと私では住む世界が違ったんだ。それに気づくのが遅かった。よく考えれば初めから分かってたことなのに。まったく、お笑いだな。スージ。すまん、いらぬ心配をかけさせた。ホテルに戻ろう。おやすみ。ああ、おやすみ。